弁護士兼国会議員の政策担当秘書の大滝さんに話を伺っていこうと思います。皆さんどうも、 NHK 党参議院議員の浜田聡でございます。今回も動画を見ていただきましてありがとうございます。本日はですね、私の政策担当秘書をでかつ弁護士でもある大滝康美さんに話を伺っていこうと思います。大滝さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まずですね、この政策担当秘書になるにはですね、政策担当秘書としての、まあ、資格が必要なわけで、ございます。で、まあ、その資格を得るためにですね、大きく2つの方法があります。一つはですね、まあ、ペーパーテストに通る、あとは面接の試験も一応あるんですかね。まあ、そちらに通る、はい、まあ、いわゆる試験組ということと、はい、もう一つはですね、まあ、例えば医者とか弁護士のような、まあ、資格をお持ちの方、あるいは博士課程をですね、まあ、修了された方であったり、まあ、本を何冊か出している方がですね、まあ、そういうですね、まあ、条件を満たした方が、まあ、審査を受けて、取ることができる、まあ、いわゆる認定っていうんですかね。そうですね、認定、はい、まあ、試験組と認定組の、はい、まあ、2つ種類があるということでございます。ちなみに大滝さんは どちらで取られますか？私は試験組の方で、うんうんうん、国会議員政策担当秘書、はいはい、資格試験というものを受験して合格した、うん、あ、なるほど、経過があります。あ、どうもありがとうございます。まあ、試験を通られたということなんですけれど、まあ、ちなみに、まあ、過去の少し話聞いていきたいんですけど、弁護士資格を取られたのと、まあ、その政策担当秘書の資格を取られたの、まあ、時期って結構近いですか？そうですね、司法試験に、まあ、落ちた時のために、うんうんうん、政策秘書を保険的な感じで受験したというのがきっかけで、うんうんうん、合格した年は同じですね。あ、なるほど。数ヶ月だけ政策秘書試験の方が合格発表が早かったという感じです。あ、まあ、ほぼ同時ということですね。そうですね。はい。まあ、先ほど申したようにですね、この政策担当秘書については、まあ、試験組と、まあ、認定組があるわけなんですけれど、まあ、なぜかですね、国会議員がですね、まあ、政策担当秘書を採用したいときに、まあ、リストをですね、国会の方からもらうことができるんですけれど、そのリストはですね、なぜか試験組の方のみ、まあ、の一覧がありまして、ちょっと認定組のリストっていうのがちょっとあるのかどうかっていうのはちょっと定かではないんですが、まあ、私はですね、その、まあ、国会の方で、まあ、政策担当秘書を誰にしようかなと考えていたときに、まあ、そのリストをもらったときにですね、まあ、大滝さんの名前があったということで、まあ、弁護士もされているということで、まあ、いろいろと考えて、まあ、今大滝さんに、まあ、働いていてもらっているというところで、ございます。まあ、ちょっとね、過去の話とかを聞いていきたいんですけれど、まあ、大滝さん、まあ、高校はどちらですか？高校は新宿にある、はい、私立の海上高校というところです。うんうんうん、なるほど。で、まあ、海上高校というと、まあ、永田町にも結構な関係者が、まあ、おられると思うんですけれど、まあ、いわゆる国会議員のですね、海上高校の関係者で、まあ、結構都市の近い方はおられますよね。そうですね、4人ぐらいいてですね、うん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 、維新の会の小野泰輔議員と、うん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 、衆議院のね、はい、あ、衆議院 ですね、でしたっけ、はい、あ、そうですね、前回、うんうん、あとは柳瀬議員と、うんうん、参議院議員ですね、あと、はい、維新の会だと音喜多議員と、うんうんうん、あと自民党の村井秀樹議員がいますね、うんうんうん、なるほど。ちなみに私は生年月日が1977年の5月で、あ、私は1977年の1月です。まあ、となると、まあ、そうか、柳瀬さんと小野さんが確か同期、同じ。あ、お二人、そうですね、同期ですね。70、まあ、4、5年ぐらいということで。はい。74年だった気がしますね。はい、なるほど。で、まあ、音喜多さんがもう少し若くて、ってこと。そうですね。まあ、いずれにせよ、近いということで。はい。はい、まあ、何か直接のつながりというのは、海上高校卒の団体で海原会というのがありまして、アナウンサーの徳光さんが会長なんですが、うんうんうん、その中のちっちゃい会に、うんうん、海士会っていう海の 志の会っていうのがあって、うんうん、それは公務員とか国会議員が入ってるんですけど、はいはい、
私政策秘書になったのでそっちにも入れてもらって、で本来であればあの割と会合とかあったりするんですけど、ここ2年はもうコロナで全然やってなくてですね、この秋にやっと初めてあの私が政策秘書になった後初めての会合があるというふうに聞いてます。ああなるほど、分かりました。どうもありがとうございます。まああのね、政策担当秘書の、まあ、資格を取られて、これで何年目なんですかね。試験自体は確か平成19年ぐらいに合格したと思うので、うんうんうん、まあ、10年以上も経ってる、ね。そうですね。15年ぐらい経ってますかね。はい。はいはい、分かりました。で、まああのまあ、私の事務所にはですね、まあ、数年前に、まあ、来ていただいたという形になります。いつでしたっけ。もうすぐ2年ですね。2年ですかね。はい。はい、になりますね。はい。ということで、あの、まあ、10年以上前に、まあ、資格を取られて、で、まあ、あの、まあ、2年ほど前に、うちの事務所に、まあ、来ていただいたという形に、なります。で、まあ、これまで、その、まあ、資格取られて、それまでの間にですね、あの、まあ、他の事務所からのお誘いというか、そういうのって、今まで政策秘書 その試験組の採用希望名簿に登録してた時は大きく言うと3回の時期があってですね、最初はその受かって合格して最初の時は登録して、あのまあ新人議員さんとかからあの電話は割とたくさんいただいたのと、あとまあその後弁護士4年目ぐらいで事務所が変わって、で事務所変えて、永田町のたまたま事務所だったので、あの近いからいいかなと思ってもう一回登録して、ですね、であとは3回目は、3年前ぐらいの参議院選挙の直前に登録したという、まあ、3回はありましたね。そうですね、あの、まあ、そうですね、あの、まあ、あの当然ですね、あの政策担当秘書は国会議員が、まあ、国会議員の事務所に勤めるということで、まあ、資格はあってもですね、政策担当秘書として働けるわけではなくて、まあ、資格をお持ちの方でさらに、まあ、国会議員の方との、まあ、合意が必要ということだったんですけど、まああのまあ、ちなみにですね、私の事務所についてはですね、まあ、事務所の採用の時にはですね、あの、まあ、なんというかあの、まあ、大滝さんのですね、あの、リストの方に、まあ、弁護士との兼務を希望しますということで、まあ、書かれていたので、まあ、私としてはもう全然それは、あの、まあ、お構いなくと言いますか、まあ、むしろね、あの、現職の弁護士の方が、まあ、働いていただける、まあ、我々の、まあ、味方になってくださるということはもう非常に心強いことですので、まあ、特に、あの、フルタイムで勤務とかそういうのはもう全く設けずにですね、まあ、基本的には、あの、まあ、先方のペースにお任せするという形に、まあ、させていただいているわけでございます。で、まあ、今は結局、まあ、週2回、こちらに来ることに落ち着いたみたいですね。はい。まあ、あの、まあ、特に別に私としては週2回にこだわっているわけでもなくですね、まあ、でも、あの、無理のないということなので、まあ、あの、まあ、今後も適当、まあ、自分のペースで、あの、まあ、仕事の方をいただければと思います。ちなみに、他の事務所との、まあ、やり取りなど、あの、話せる範囲で言います。はい。その、弁護士4年目の時に、まあ、2回目の登録をした時に、あの、面接を1回受けたことがありまして、あの、他の議員ですね。ただ、あの、履歴書には兼業、弁護士の兼業希望って書いてあるんですけど、面接の時にそれを言ったら、あ、それはちょっと困るなと言われて、あの、簡単に落とされてしまいました。なるほどね。まあ、弁護士の方っていうのはね、もう、それこそもう法律のプロであるわけなので、まあ、法律を作っている、ある意味立法府の国会議員の、まあ、政策担当秘書をされるっていうのは、もうすごくふさわしいなと、個人的には、ね、思っているわけなんですけれど、まあ、そうですね。あの、政策担当秘書の、まあ、勤務条件というかですね、まあ、一応国からお給料が、まあ、出るわけなんですけれど、まあ、大体月50万ぐらい。そうですね。あの、はい、年齢にもよると思うんですけど、はい、私の年齢だと。はい。はい、それまあ、年数とかにも、まあ、よるんでしょうけれど、まあ、その方がですね、あの、で、かつ弁護士の方がですね、フルタイムでとなると、で、兼業をまあ、兼業を、まあ、それを控えてという形になると、結構、その勤務条件で働いていただく弁護士の方って、
まあ、ちょっと厳しいんじゃないかなと、個人的にはまあ思うところでも、まあ、あります。まあ、それはね、もう人それぞれだとは思います。はい。ということで、まあ、ちなみに、まあ、ちょっとね、そんな感じになります。まあ、今後も。はい、よろしくお願いします。はい。まあ、ちょっと今の点なんですけど、はい、なるほど。ちょっと補足。自分でも法律事務所を構えてまして、はい、従業員のお給料払ったりもしてるんで、うんうん、ちょっと多分、制作秘書の収入だけだと、事務所は成り立たないかなとは思っております。うん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 、はい。ああ、なるほど。まあ、ちなみにですね、まあ、我々 NHK 党はですね、まあ、皆さんご存知かもしれませんが、立花党首が非常に、裁判をよくします。ということで、まあ、まず、大滝さんにですね、私の政策担当秘書に、まあ、なってもらう前にですね、立花党首にも相談したんですね。そしたら、弁護士ではすごく助かると言われまして、まあ、そういった経緯があります。で、まあ、就任いただいた後もですね、まあ、役員会なり、あるいは党の会合などでですね、まあ、法律関係、あるいは、まあ、訴訟に関することなどもですね、いろいろと、まあ、弁護士ならではの、まあ、アドバイスということで、まあ、非常に助かっております。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。はい。ということで、まあ、あと、ちょっと、秘書に就任してからのことについて、まあ、いくつかお聞きしていて、行きたいんですけれど、まあ、秘書就任して、まあ、2年間働いたということなんですけれど、まあ、その、まあ、その前と後での NHK に関する印象みたいなの変化があればお聞きしたいなと思うんですけれど。そうですね。NHK はもともと、人類誕生 NHK スペシャルとかですね、うん、興味深い内容をやってたので、うんうん、まあ、良い放送局だと思ってたんですよね。うん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 、それがちょっと仕事、制作者の仕事をしている中で、うん、例えば法人税が課されてないとかですね、うんまあ、あと弁護士法72条違反とも、うん、思われる、うん、なんていうんですかね、暴力的なっていうとちょっと言い過ぎかもしれないんですけど、まあね、営業というか、ね、営業の集金があったりして、うんうんうん、ちょっとこれはまずいんじゃないかなというふうには今思っております。うんうん、まあ、なるほど。まあ、なかなかね、テレビ、まあ、NHK 放送自体はね、私も、いいものがすごく多いと思うんですけれど、まあ、それを見てるだけだとなかなか気づきにくい面などもですね、まあ、そちらにまあ気づかれたということではないかなと、はい、そうですね。はい、思います。まあ、あと、まあ、まあ、これまでね、弁護士として、まあ、法律を使って、まあ、働かれてきたということで、なんですけれど、まあ、実際に、この永田町というところは、まあ、法律を作るところでもあるわけなんですけれど、まあ、何か気づきみたいなのか、そういうのが、まあ、何か印象の変化みたいなのがあれば。そうですね。まあ、ちょっと今まで弁護士一辺倒でやってたので、うん、まあ、まず憲法から始まって、うん、まあ、特に、弁護士としては憲法に違反しちゃまずいだろうっていう意識はあったんですけども、うんうんうん、まあ、割とその国会を見てると、憲法がそれほど、まあ、そんなには重視されてないんじゃないかなという思った点と、うん、まあ、あと一方で、経済的なところが、まあ、財政的なところが多分重視されてるんだろうなというふうには思いました。うんうん、なるほど。まあ、ありがとうございます。まあ、あと、それですね。まあ、先ほどの話と少し被るかもしれないんですけれど、まあ、我々は NHK 党ということで、まあ、NHK 問題について、まあ、取り組んでいくということもあってですね。まあ、それについては、まあ、皆さん、まあ、NHK 党の皆さんが、まあ、協力してやっていこうということなんですけど、まあ、一方でですね、各個人個人が、まあ、それぞれこういうことを、まあ、政策として進めるべきだとか、まあ、政策としての興味みたいなのが、まあ、あるとは思うんですね。まあ、NHK 党の、まあ、諸派党構想というのは、まあ、それをですね、まあ、まあ、各人の意思を、まあ、尊重してっていうところもあるんですけれど、まあ、大滝さんの、まあ、興味の強い政策分野とか教えていただければと思います。あ、はいはい、私個人的には、うん、子育て支援の拡充をすべきだと思ってまして、具体的には、所得税の年少扶養控除の復活であるとか、うんうん、ちょっと話が難しいかもしれませんが、うんうん、あとは、まあ、所得制限の撤廃などを、実現できたらいいなと思っております。うんうん、あ、なるほど。まあ確かに。まあ所得制限についてはね、まあ、私も、今年の、ね、財政金融委員会ではもう撤廃せよと、うん、
累進課税があるんだから、もう所得制限はね、撤廃すべきじゃないか、みたいなことがね、まあ、お伝えをさせてもらったわけなんですけれど、まあ、まあ、そういうね、所得関連の、まあ、お話もあれば、まあ、過去、これまで活動されてきたこととして、まあ、私の方から申し上げると、障害者に関すること。そうですね。ね、まあ、もともと日弁連の障害差別禁止法制特別部会というのに入ってまして、なので障害者の権利擁護にとても関心があってですね、で、まあ、日弁連から障害者関連の意見を出してもですね、なかなか国会が動いてくれないという印象があったので、まあ、この度国会の近いところから政策秘書として何か意見が出せればいいなと思って採用希望したという次第です。まあ、なるほど。まあ、私の事務所からでもですね、まあ、政府の方にいろいろと意見を、まあ、自由に伝えてもらえたらと思います。はい。というわけで、まあ、本日はですね、私の法設秘書3人いるんですけど、そのうちの1人であります、政策担当秘書の大滝康峰さんに話を聞かせていただきました。大滝さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。というわけで最後に、統一地方選挙に勝って NHK をぶっ壊す。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。